誕生日にあたり、皆さんの祝意に深く感謝します。今年の2月には心臓の手術を受けたことから、多くの人々に心配をかけました。現在は普通と変わりなく生活していますので、どうか安心してください。昨年3月11日に起こった東日本大震災では、多くの人々が被災地を訪れるなど、被災者のために力を尽くしてきたことは非常に心強いことでした。今日ここに来られた皆さんの中にも、被災者のためにさまざまに心を使ってきた人々がおられることと思い、ここに感謝の気持ちを表します。厳しい年であった今年も、もうあとわずかになりました。これからも私どもは被災者のことを思いつつ、国民皆の幸せを願って過ごしていくつもりです。来たる年が皆さん一人一人にとって良い年であるよう祈っています。頭に入れる。